FM 78 Saturn Night Fever Saturn Andegi。さあ今夜もスタートしました、ベイ FM サターナイトフィーバー。パーソナリティサターナギの山田慎太郎です。松岡拓也です。キッキッキッキが三つで森です。よいしょー。さあね、はい、始まりましたよ、はい、うん、始まりました。しかもね、今日はちなみに久しぶりに、ラジオネームポケポケプーさんからメールが来ましたので、紹介してみたいと思います。では森くんお願いします。名付けの親、はい、名付けの女、あ、女じゃない、女名付けの親、はい、ラジオネームポケポケプーさんからいただきました、はい、サータンデキの皆さん、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。前に友達と心理テストをしていて、面白いのがあったので、はい、ぜひサタンの皆さんもやってみてください。はいはいはい。心理テスト。いただきますよ。面白いですよ。問題じゃないな。ドゥデン。あなたの前に傘を差して歩いてる人がいます。その人が差してる傘は何色ですか？できれば柄も詳しくお願いします。その人、聞いてる方もぜひ一緒にやってくださいね。何色これですか？じゃあ私、僕も答えわからないんで。好きな色とかでもいいのかな。一人ずつ。私じゃあちょうど今ネクタイを赤のチェックなので、はいはい、赤のチェック。赤のチェック。こういうなんていうんですかこれ。タータンチェックじゃない。タータンチェック。赤のタータンチェックの傘。はい。俺はまあ自分の好きな色の青。青に水玉。青に水玉。うん。何やろこれ。柄も、俺なんかもうこれパッと思いついたのが一番いいですもんね、うん、俺もう普通に思いついたのが普通のビニール傘あ、まあ確かにね。いやもうめっちゃ現実的かもしらんけど。そうね。何やろ。じゃあこれちょ、意味何やろ。じゃあ、はいはいはい、慎太郎さんが赤のタータンチェック、拓、はい、ちゃんが、青に水玉、はい、森が普通のビニール傘、はい、これいきますね、うん、この心理テストで分かるのは、あなたが異性に履いてほしいパンツの色だそうですタータンチェックですね。タータンチェックはまだいいじゃないですか。ビニール。青に水玉もまあまあいいじゃないですか。ビニール傘って。やばいって、ビニールのパンツでもスケスケやん。透明のパンツってことは。いわゆるもう透明のパンツやん。いや、これポケポケプーさん、うん、久しぶりになんか送ってきた思ったら何なんすかこれ。そうね、すごいよ。ちょっとあれやったな。いや、森くんやっぱ外さんかったね。うん、ビニールって。でもこれ他の皆さん当たってます？まあでも、いや、全然当たってるけど、当たってないと思う。でもまあでも赤のタータンチェックのパンツはまあ可愛い、ね、女性に履いてほしいパンツっていうよりも、やっぱパンツってそういうもんじゃないじゃんまあね、そもそものこの心理テストの内容がおかしいわ、まあね、メールありがとうございます。ありがとうございます。さあそれではここで1曲お届けします。サータンだけどね、これ新曲になります。はい、それで聴いてください。サーター更新曲AFM 78 Saturn Night Fever Saturn Andegi Bay FM からあなたにお届け、 Saturn Night Fever。 今夜は時間の許す限りメールを紹介していきたいと思います。はい、はい、ラジオネーム細井翔子さんからいただきました、松岡くん、山田くん、森くん、こんばんは。こんばんは。いつも Saturn Night Fever 楽しく聞かせてもらってます、ここでサーターの皆さんに相談です。最近よく一人暮らしの友達の家に遊びに行くのですが、うん、その子の家は誰が見ても狭いと言っていいほどすごい狭いんです、うん、そんな狭い部屋でみんなで楽しめそうな遊びはありませんか？よかったらお願いします。これからもずっとずっとサータン応援してます。サータン大好きです。はい、狭い部屋、クソ狭い部屋で楽しく遊べる、うん、そうね。ちょっとこういうのどう、うん、そのクソ狭い部屋で立ち飲みはオープンいやすぐできないでしょ。商売人ですね、うん、どれぐらい狭いんだろう。何畳だろう。じゃあ森さんどう？4畳狭いけどさ、4畳、4.5 畳とかかな。うん、でも狭い部屋でさ、まあでも何やろ、何人ぐらいみんなっていうのはその部屋の狭さも、まあ、もう普通にトランプしたらええんちゃう。トランプとか、あとワニワニパニックとかさ、うん、ああいうのしかなくない。もうあとはもう大喜利、うん、大喜利ね、うん、その人の家で。そうですね、なんか変にウィーとかしようもたらね、そうね、ガチャガチャなるから、ウィーできないから、うん、まあ楽しく思う気持ちが大事ってことでいい。はい、はいはい、じゃあ続いてまいります、うん、ラジオネームミータンクイナさんからいただきました、はい、森クイナ、山田クイナ、タックイナ、こんばんは。こんばんは。クイナクイナ、毎週たっくさん笑いながらラジオ聞いてます、はい、3人の楽しそうな声が大好きです、はい、いきなりですが、私は瓶とかについてるラベルを取るのが癖です。気づいたら取ってます。
サータンダギーの3人はついやってしまう癖とかありますか？これからもずーっとサータンダギー大好きです。うち間違えない、ずーっとやねん。癖なんかあります、癖俺多分ついついやってしまう癖。俺あのほっぺこうやって、あ、やってる。あー、ふとした時にやってる。 俺これはね、あのよく昔からだけど、ね、なんか普通にイベント中とかもやってますよね、たまに。やっぱやってる。やってます、やってます、うん、それあのー、無意識に多分やってると思う。かお姉ちゃんとか俺がこれやってみると、お姉ちゃん見たら次こうやって膨らませんのよ。なんかこっちがシャキッていうのが気持ちいいのよ、ほっぺが。そう、なんか俺だからテレビとかで、テレビバレてやんじゃん、はい、ワイプとかで抜かれてる時にたまにはポケってやってるもん俺。癖で無意識なんですよね。そう、タコタコみたいな膨らませんの。癖か。癖、あ、多分俺、ああ俺多分こうやって口に手を置く。あ、口をさ、唇触る。たくちゃん、あ、でもするわ、するわ、ね、俺喋ってる時にこう唇こう触るわ。そう、それで多分癖、うん。森くんは、森はあのあれじゃない、うん、肘を太ももでスリスリする。腰痛い、腰痛い、腰痛いわ。せえへん、せえへん。やってる、こんな。どんな癖や。いや、でも癖で言ったら、あの、お前あれじゃん、あれじゃん。あの、眉毛の、あの、真ん中の繋がってない部分を頑張って繋ぎようとして、こう、ギュギュやってる。やってへんわ。ちょっと適当なこと言わんといて。いや、森くん、いや、あの、最近ちょっと恥ずかしいことがあって、うん、あの、俺、昔家で、あの、ヨーグルト外した、蓋取ったと舐めてて、わかるわかる。普通に友達とかが、うん、おる前でやってしまった、うん、あ、それが癖。でも俺もそれやってまうよ。なんかついつい出んねんなと思って、もったいないと思ってまうよな。そう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 、関西人、はいはい、わかる。俺もやる。やります、ついついやったな、あれ。そうね、外で。僕はあと一つ、あのお父さんとか呼ぶとき、父だけ漢字で書いて、ちゃん、父ちゃんのちゃんはチャンスって書いてしまう。チャンス？トーチャンス？なんで？あー、え？どういう意味？なんかどっかで聞いたことある。トーチャンスってなんかそういう、そうです。いろんな癖がある、ね、うん、いろんな癖がありますね、はい。